日本千葉県鎌ケ谷市道延道延は、鎌ケ谷市にある地名。なお、道延の,のほか、東道延、西道延、道延中央、道延本町についても合わせと述べる。鎌ケ谷市の中央から、やや南西部に広がる。2017年11月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 鎌ヶ谷駅前の様子。船取線が南北に通り、それに沿うように東部の打線が走っている。最寄り駅は東部の打線鎌ヶ谷駅及び、孫目沢駅、新京成線鎌ヶ谷大仏駅である。所在地は公式サイト及び市役所ホームページより。道延八幡宮住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば、 道延中央4の5の18の地点で9万9000円平方メートルとなっている。県立鎌ヶ谷高校住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば東道延後の3の21の5の地点で8万5900円平方メートルとなっている。ABCDEF、住民基本台帳人口、町長別人口、世帯数、鎌ヶ谷市、 2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2017年11月16日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月16日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年11月16日閲覧。鎌ケ谷市立小学校及び中学校の通学区域について鎌ケ谷市。2017年11月17日閲覧。ただし、 富士幼稚園、富士第二幼稚園はマッピオン電話帳より、ありがとうございます。